震災から1年半が経ちまして、福島としてはですね、その地震や津波だけでなくて原子力災害も大きな課題になってきて、これからやっぱり中長期的に復興の、支援をですね、していかなきゃいけないだろうというふうに思っています。そういう中で、この1年半を踏まえて、これからの復興に向けた、県外のですね、支援している方、あるいは住民の当事者の方自身がですね、やっぱりつながって自分たちの課題を明らかにしながら、次の一歩を踏み出そうということで、今回、平日にもかかわらず、150人以上のですね、方々が参加していただいたということで非常に盛会になったと思いますし、県内だけじゃなくて北北海道からたくさんの方々が駆けつけてくれました。そういう意味で言うと県外にまだ6万人以上の人たちが避難をされている状況ではありますけれども、そういった人たちも含めて福島の復興をですね、考えてきたらなというふうに思っております。関東大震災と、それから戦争の後の状態というのは全く一緒なんですよ。でこの時にもですね、復興のあり方について大議論がありました。でとにかく理想的な街を作る絶好の機会だということを言った後藤新平を中心とする政府の中心に対して、福田徳造という、いわゆる大正デモクラシーのですね、民権派の経済学者さんが違うと、大事なのは人間の復興だと、それから衛生権、生活や仕事を営み生きていく権利、それから生存権、これ昔の明治憲法の時ですよ、その頃にこういうものこそ大事なんだということをアンチテーゼとしておっしゃった。で実際ですね、今の日本国憲法が、出来上がる直前なんですけど、ちょうどこれ戦争の、最中ですけど、昭和15年から昭和22年、戦後だったら19年までですか、戦時中に東南海地震が起きたり南海地震が直後に起きたりして1000人規模の死者が出るような災害がこれだけ起こっていたわけですね。歴史の教科書は出ていないけれども、こういった実態がある。